こんにちは、Eテレ大好きプリママです。ジェイソン博士卒業エピソードに感動。2023年3月3日放送の英語で遊ぼ with オータンでジェイソン博士として英語を教えていた芸人の厚切りジェイソンさんが番組を卒業するというエピソードが放送されました。ツイッター上では英語で遊ぼのワードがトレンド入りし、驚きの声が上がっています。英語で遊ぼは愛される長寿番組。同番組は幼児から小学校低学年向けの英語教育番組。1990年から放送された英語で遊ぼの後継番組にあたり、2017年から厚切りジェイソンさんが出演しています。実験やコント、アニメーションを通し英語の発音を学んでいくという内容となっており、子供に限らず大人にも親しまれていました。3月3日放送されたエピソードのタイトルはジェイソン博士の旅立ち。ジェイソン博士が番組を去ることを示唆しており、番組冒頭はこれまでの思い出を回想する内容となっておりました。とっても感動しました。番組を視聴したファンからは、英語で遊ぼうを見てうるうるすると思わんかった、卒業するの悲しみ、英語で遊ぼうに泣かされるとは思わなかったと悲しむコメントのほか、何年も見てたからずっといるもんだと思ってた、一生やっててくれよ、あのポジは不変だと思ってたのにと驚くファンも多数いました。4月からは英語で遊ぼう with オータンが英語で遊ぼう meets the world に変更し、司会が厚切りジェイソンさんからキャリーパミパミさんに変更されます。ジェイソン博士とのお別れは悲しいですが、4月からの英語で遊ぼう meets the world も楽しみにしています。バイバーイ。